これね、何年か前にイギリスで LGBT の歴史を彫刻でにしていこうみたいなムーブメントがあった時に、当時このいわゆる同性愛犯罪ですからイギリス、それでちょっと一発こいつ締めないといけないっていう破産しちゃうんだよ。でそれだけじゃなくって、その公爵がそれだけ金かけて証明したわけじゃん。ってことはワイルドこれ有罪だよねっていう。2年間の懲役、重労働付き懲役、実刑ぶち込まれました。ぶち込まれました。でこのイエローブック以外にももうあちこちの会社からうちの会社の本に挿絵書いてくれが来るわけですよ。だから本の挿絵もすごい多いですよこの頃。いちいち全部できないけど「ルキアノスの本当の話」っていう「トゥルーヒストリー」っていうのの。これまたこれさっき言ったで佐伯敏夫さんの画風にすごい似てるんだよね。でこの頃はもうグロテスクを狙ってるんですよ。グロテスクじゃなければ僕じゃないとまで言い切ってる。それからその予告の美的なことでいうとこれですね、エドガー・アラン・ポーの「黒猫」のインパクトがこれはなかなかいいでしょう。忘れられないね。これなんで黒猫が固めやねんっていうところも全然そんな話じゃないんだけどねいいですよこれなかなか。でビハズリーっていうともうこの黒白っていうね、のが有名なんですけど、実は結構カラー作品も描いてるんですよ。そうですか。でこの頃はほらカラーリトグラフ、石版、石版ね、カラーリトグラフが盛んで、ほらパリなんかだとロートレックやなんかが。カラーのリトグラフでいっぱいポスター作る、ポスターの時代でもあるわけで19世紀末って。だからビーズレイも当然ポスターやってますよ。カラーの作品結構たくさんありますよ。意外です。意外でしょ、これだけど確かにビアズリーなんですよ。これはアベニュー劇場っていう劇場のお芝居。これは出版社のこのフィッシャーハンウィンってところのなんか匿名&実名蔵書みたいなやつなんだけど、ちょっとロートレックっぽかったりもして、こういうカラーのポスターなんかもいっぱい描いて、だからもう大忙しですよ。で例のアーサー王の観光まだ続いてますからこの年同時にやってるんです。この年の11月までまだ観光続いてますから、もう大変な忙しさなんですよ。でもその分儲かりますわな、大儲けしたんですよこの年で。もう家買っちゃったんですよ。早いですね。早いよ家買っちゃって、例のお姉さんの、その頃女優やってたメイベルと2人で暮らす。でその2人が怪しいっていう話はもう当時からあって、いわゆる近親相関説ですね。これはよく言われてるんですよ。そんなこともあって原田マハさんの小説の「サロメ」ではこのお姉さんのメイベルっていうのが鍵になってるんですけどもね。その1894年に映画の絶頂を極めたわけですよ。ここでようやくサロメがあだになった話なんですよ。そうでしたその94年にこのサロメの英語版も出て、ワイルドを食ったっていうね、ぐらいの話だったじゃないですか。明けて1895年の2月、ワイルドがサロメの翻訳者として立てた同性の愛人のアルフレッド・ダグラス、いましたね。ハンサムな人、イケメン、2人がどんな感じだったかっていうと、こんな感じ。仲良しこれいい写真なんですよ。これね、何年か前にイギリスで LGBT の歴史を彫刻でにしていこうみたいなムーブメントがあった時にこれが彫刻化されてたよやっぱりなかなかの美少年、これまさにサロメの頃ですよやってた頃。こんな感じでもうあちこちこの子連れ回して、もう公にもうやってたんですね。この人のお家いいお家でしたよね。公爵クイーンズベリー公爵家、この人のお父さんがやっぱり黙ってないですよ。当時このいわゆる同性愛犯罪ですからイギリス。そうなんですね。うちの子に何してくれてんねんが出たわけですよ。それでちょっと一発こいつ締めないといけないっていう、人気作家だかなんだか知らないけどって言って、ワイルドがよく出入りしてたクラブにね、気取り屋の男色家オスカー・ワイルド様ってでっかく書いて伝言残してくんだよ、みんなが見えるところに。お父さんが「ちょっと来い」と。ちょっと話あるから来いって。ただもうそれがもうみんなが見るところで、みんながそれ見て笑ってた。でもワイルドは寄せばいいのに、これは名誉毀損だと裁判を起こしたんだよ。寄せばいいのに相手が悪いよ、なんたってクイーンズベリー公爵おって上等じゃねえかよが出たわけですよ。で、名誉毀損をあれ、ね、じゃないっていうことをあれするにはね、俺が言ったのがね、事実であることを証明すればいいんだって言って、でも金に物を言わせ大弁護団と私立探偵団を雇って、もうワイルドのやってますっていうのをどんどん全部集めちゃって、それで結局ワイルド敗訴しちゃうんだよ。で敗訴すると裁判費用を敗訴した方が負担しなきゃいけない。公爵金に糸目つけずにやってんじゃん。それが全部来て、その負担だけでワイルドまず第一に破産しちゃうんだよ。でそれだけじゃなくって、その公爵がそれだけ金かけて証明したわけじゃん。ってことはワイルドこれ有罪だよねっていう。それで話を、それでもうそれで敗訴して、次の日ぐらいに逮捕だよ。それで捕まっちゃったんです。だからそんな訴えしなきゃよかったんだよ。だって事実って証明されたでしょって、つまりあんたアウトですよっつって逮捕されちゃうんですよ。で2年間の懲役、重労働付き懲役、実刑ぶち込まれました。はい。ぶち込まれました。でその時ね、裁判で負けてね、次の日ぐらいに本当連れてかれるんだよ。その時に新聞記事がね、ホテルから逮捕されて連れてかれるんだけど、イエローブックを持ってたって書いてある。でそれが単なる黄色い本だったのか、それともビアズリーが AD やってこのイエローブックだったのかわからないんだよ。文字だから写真がないからわかんないんだけど。そのイエローブックを持って男色家オスカー・ワイルド逮捕みたいな記事がバー出ちゃったの。ほいでこれの出版社がビビったわけ。うちにとばっちりだってワイルドとも関係あるぞと、うちとばっち来たらかなわんと。ほらビビるタイプの人だから、ほらビアズリにもあそこ隠してくれとか。サロメの挿絵でもね、ビビるタイプの出版社だから、これビアズリー AD しといてやばくないですかが出たんだよ。というわけで山田五郎大人の教養講座お送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ。湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、是非チャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。